ゼレンスキーさんがどの子のっていうことを除いて、ですねどうもね、えー、アメリカがやばいこともなってるなという話をしますね。今日かなり深刻な話します。でですね、実は今日ですね、えー、ロシアの方の発信なんですけどね、まあ、実はここ数日続いてるんですけどね、端を発したのがですね、3月6日にですね、 ツイッターでロシアの外務省はこういうことを言ったんですよ。要するにね、翻訳したんですけど、私結構毎日いろんな発信でこれ大事だってものをね、すご翻訳して、私のね、篠原丈一郎かっこ、フルゼミツアルのです、ねえー、ツイッターアカウントで発信してますから、皆さんよければフォローして見ていただきたいんですけどね、今回最新の注意を払ってやってるんですけどねはいそれでね。 ロシア外務省のツイッターでこういうふうに3月3日発信されました。米国防総省が資金援助したウクライナの軍事的生物兵器プログラムの証拠を隠滅した形跡をロシア軍が発見したと書いたんですよ。でこれやっぱりね、ちょっとグッとくるわけですよ。あのー、アメリカの方も反応するかな反応したんですよ。そしたらですね、これ皆さんね、 あのー、皆さんももう普通に日本語で見れます、えー、AFP 知事がですね3月9日に配信した記事ですねで、これね、アメリカの米国の上院外交委員会公聴会が3月8日開かれて、えー、そこでですね、えー、共和党のマルコ・ルピオ、まああの、結構名前知られてる議員ですね、マルコ・ルピオ上院議員がね、質問したと。 それに対して答える中でね、ねビクトリア・ヌーランド国務次官ね、私がよく名前出すやつですよね、あのネオコーン政治家、女性政治家ですが、えー、この人がね、えー、ウクライナの生物学研究所をロシアが掌握する可能,可能性について懸念していると述べたというタイトルで、記事が載っております。それでですね、どういうことを言ったか、ちょっとね、抜き出しました。 えー、マルコ・ルピオ氏がね、聞いたのはね、まあこれちょっと正確じゃないんだよね、あの記事がね、ちょっと意図的なのを感じるんだけど、あのー、これ別にですね、またたびのらしんばんさんっていうね、またたびの羅針盤さんっていうね、YouTube のアカウントで、 ウクライナには生物研究施設があるというタイトルでですね、えー、ビクトリア・ヌーランド国務次官、で国上院外交委員会で2022年3月8日証言というのが出てるんです。これ、これ、動画ね。これにはもう字幕が振ってあって、動画その,あの、上院の公、ね、聴会での質問とビクトリア・ヌーランド氏の答弁そのものが出てるんですけど、まあ、その中でこう言ってるわけですよ。えー、まあ ルピオ議員はですねロシアが生物兵器や化学兵器で攻撃する可能性があるのかというのことを聞いたのに対して、どういうわけかです、ね、ウクライナには生物学研究施設があり、ロシア軍が掌握しようと試みるのではないかと深く懸念していると。これらの研究材料がロシア軍の手に落ちるのをどのように防ぐかウクライナ側と連携しているということを言ったんですねつまりですね。 えー、自分たちが掌握しているですね生物学研究施設があって、これ、例えばウクライナが勝手にやってることだから、米,米国がそんな懸念する必要ないですよね、なぜか懸念してるんですよね。えー、ということなんですよ。で実はね、このことについてね、次から次へとですね3月6日以降、ですね、えー、ロシアメディアでいろんなことが出ています。えー、実はですね、えー きょ今日ですね、えー、昨日う日ですね、まず昨日ですね、3月9日付でタス通信で出るんですが、あロシアのですね、えーまあ、大統領報道官だと思ったのは、ザハロワさんですね、えー、これ外、外務省の報道官かな、えー、アメリカがウクライナで展開したあ生物兵器研究拠点について、キエフ政府が隠蔽しようとした疑いがあると、記者会見をしたとタスで流れました。 えー、同じようなことを聞いて、ですね、えー、これは C 国が言ってることだからね、お,お前が言うとマッチポンプじゃないかと思っちゃうんだけど、一応、ですねウクライナには26カ所、アメリカ絡みの、えー、生物研究施設がある、これ、ロシアの発表とちょっと違うんですね、えーまあ、それはいいとして、でさらにですね3月10日、えー、ロシア国防省がですね、えー、記者会見をやった内容をロシア新聞ね、 えー、ロ,スキロ,スロスカイ・ガゼータというところがですね、えー、報道したんですがあー、まあたあの、ドンバスの戦線だと思います、えー。ハリコフ周辺と思われる地点から見つかったウクライナ国家親衛隊の命令書などと合わせて見つかったものからね、ね、えー、米国が建設し、資金を提供した微生物研究所で、ここから大事ですよ。びっくりなんだよ、ねえー、もうう一度ましょう おー押収されたウクライナ文書で米国が建設し資金を提供した微生物研究所でコウモリのコロナウイルスサンプルの実験をしていたことが分かった。分かりますコウモリのコロナウイルスサンプルの実験をしていた。なんかどっかで聞いたような話ですよね、これね。びっくりでしょ。これやばい話ですよ。 それからですね、それさかのぼって、実はね、実はこれ、私のツイートにもしてあるんですけど、えー、3月7日です、3月7日に、あのロ,シアロシア連邦軍の NBC 戦要するに、えー、各生物科学戦のね、統制官であるイゴール・キリロフ中将が記者会見しましたこれ、写真の記事に載ってました。 ウクライナでは30の生物研究所があり、米国防総省関係部門が自国の軍事事業をアウトソーシングしていたということを発表しました。でこの米国防総省の関係部門というのは、あ米,米国防脅威削減局といいまして、えー、これはですね、実は、えー、実はですね、これ、 国防総省の一部局なんですね。あのおー略称が DTRA、DTRA、Defense t h r e a t Reduction Agency といいまして、これ、その米,国米国防脅威削減局というふうにして、ウィキペディアも出てきます、これ、うんで。実はですね、これについて私、前段にですね、いろんな、あのー、 実はこれ、カザフスタンの騒乱とすごく関係してるんですよね。でカザフスタンで、ですね実は騒乱があった際に、えー、首都のアルマータでですね、えーまあ、秘密警察が親米派だったんですけどね、えー、これについてですね、あのい,いわゆる安全保障機構というね、CSTO ・集団安全保障条約機構、これはロシアとかベラルーシとか入ってる。これがですね えー、カザフスタンのトカエフ大統領の要請でね、えーまあ、治安維持の補助任務のために3500人ぐらいだったと思います、部隊を派遣したときにです、ね、ここのねあの危険と見られるですね、あのー、アルマータのおー生物戦研究所ここに向かったところ、ですねそこをですね親米派のおマシモフ秘密警察委員長らがですね国家安全委員会のですね要員を まあ、引き連れてですね、えー、はっきり言うとですねここに立てこもっていたと、で、えーまあ、交戦があったかどうかわからないんですけどね、まあ、結局最初最後は降伏して、マシモ氏は逮捕されたんですけども、これ、親米派なんですねで、これはもう逮捕、国家反逆罪で逮捕されたということなんです、この件について、実はね、今日ちょっと私、実は1月の19日配信のね、 インテリジェンスウェポンでこのレポート詳しくやってるんですよこれについてですねこれはね実はねあのイズベスチャというですねロシアの政府系のですね広報誌がですね取材してましてでこの取材ねちょっとねロシアとして異例な取材やってるんですよいろいろな見つかった資料に基づいて米国防総省に対して公開質問状を出してるんですねでそれに対してですね米国防総省はねちゃんと回答してて回答はね 答答えるつもりはなないいという回答なんですね、えー、そういう回答が出ていますが、えー、どんなものだったかということをねちょっとあれしますとね、えー、ここの、ね、名前がこういう名前なんですよ、マスグとアイキンバイフ名称、国立危険感染症学術センター、えー、ここがですねアルマータにあるということ。 で実はこれと合わせてですね3つの施設があってですねこれがですね、あのー、実はあのー、1月の騒乱の際に1月の5日から6日にかけて、えー、襲撃されたと非常に危険だということになったとでここではですね実はカザフスタンの報道では2016年、えー、このアイキンバエフ名称国立危険感染症学術センターにおいて 中央リフ,ェリフェランスラボというのが、米国防教育削減局、DTRA の約1億6000万ドルの資金によって設立されたと、2016年です。2016年って何政権だったんですかね、オバマ政権ですね。はい、いうことで アメリカの支援によって最新の設備が備えられ、バイオセキュリティ2および3の認証を得ていると、要するにセキュリティ、まあ、水準が高いと、これは人に対して危険となる病気であるクリミア混合熱、炭疽菌、ブルセラ菌などを研究することを可能にするレベルであると、2010、ここはすごいんですよ、もうここ,にこの時点で私もこれかあの、書き写しててねあの、翻訳して書き写して忘れてたんですけどね。この イ伊ベッシ社の記事によるとですね、2017年にはコウモリに対するコロナウイルス実験が実施されているこのアルマータのね、えー、実験施設ね。で、えー、要するにな,なんでこんなことを行われたかということについての理由も書いてるんですね。えー 伊豆、まあ、シ社はこ,これなんで作ったのって言って、イズベ豆シ社が米国,米国防総省広報部に質問状を送付し、カザフスタンにおける研究所が実際に米軍施設であるかどうか、暴動の間、国防総省を職員がいたかどうかについて紹介したが、えー、これが大事なね、米国防総省はこれについては何もコメントできないと回答したと。でこういういのを受けてですね、えー ロシアの専門家こういうこと言ってるんですね、イズベッシアのインタビューでね。米国においては生物実験及び製薬実験に対して厳しい法制的な制限がかかっていると、旧ソ連諸国、CIA 諸国や他の国々においては関連法制がそれに比べて緩く、米国外での実験実施,の実施を広げる原因になったと、ドミトリー・アザロフ戦略コミュニケーションセンター代表は本市に対して指摘していると。えー アルマータの要するに首都カザフスタンアルマータの施設のほか DTRA ・米国防脅威削減局はカザフスタン内でさらに5つの研究所の建設を資金援助しているこの10年間で米国防総省の資金援助、組織援助の下で えー、旧ソ連の各共,共和国においては少なくとも20の研究所が展開されていると、その一部には,一部はあ米国籍を持った職員が運営していると、えー、透明性が確保されていなかったにもかかわらず、一度ならず危険な実験が行われているという噂が広がっているということですね。それからウズベキスタンの、各国の状況、これ、レポートしてるんですよ。ウズベキスタンには7つの研究所があり それからですね、ウクライナの話があります。2010年、ウクライナではアメリカは13のラボからなるネットワークを構築し、その中にはメチニコフ名称、ウクライナペスト対策学術研究所が含まれていると、そこでは天然痘、ボツリヌス菌、炭素菌の研究が行われているというようなこと、他にもいろいろ書いてあります。これあの私のの月19日付のですね インテリジェンスウェポンのメルマガに、イ,イズベッシャーの記事を翻訳して載せたもんですが、こういう前段の話があって、この時にね、かなりね、あの質問をしてるんですね、ロシア側がね。それに対してあのアメリカが答えないと。おまあまあ、この時もいろんなねあの、ウクライナを巡る緊張はもちろん始まってましたしね、あのー、まあ両方がですね、えー、かなりいい ンやってるって言ったら語弊があるのかもしれないけどね、お互いにフェーグだフェーグだって言い合ってたんだけども、とうとうね、決定的なものが出てきちゃった感じですね。で、ともかくですね、これ、ビクトリア・ヌーランドとしては前にも紹介したんですが、2014年にキエフでクーデターがあったとき、現地に赴いてですね、いろいろ指図もしてるし、これ、ビクトリア・ヌーランド、こ という名前でいろいろ弾いて、キエフとかウクライナっていうね、えー、単語をつけて、えー、皆さん、Google 検索,し検索していただくと、彼女がいかにですね、えーまあ、今日のゼレンスキー政権に連なるですね、あの政権を作る役割を果たしたかということがわかるんですが、その彼女がですね、3月8日のアメリカ上院外交委員会の公聴会で、 えー、この事実上、ですねアメリカが関与している生物学研究施設について存在を認めてしまいました。これは大変なことです。はいえー、で、えーまあ、それについてどう解釈するかということは、ですねそれはもうロシアが言ってることが増えイるでしょう。まあ、そういうふうに決めつけるのは自由なんですよ。自由だけど、これでも噛み合っちゃってるんですよ、ロシアの言ってること。これをどう見るか、本当はね、これ国際差殺しなきゃいけないですよね、こういうのはね。 で、えー、私も驚いたんですけどね、今回のこの書類ね、私もですね、えー、これ、実はこれ写真になってるんですよ。写真になってましてね、これ、すごいんだよね。あのー、どういうのになったかな、ちょっと待ってね、どっか乗っかってたんですよ、これ。はいはい。えー、リアノロボスとかいろんなところでね、あのー、 出ててるんですけどねちょっっと待くださいねね見てみます、ね、いやー、これは参りますね。だからまあ、私はもう全然だからね、でも、ロシア軍がですね、このウクライナに入ってですよ、キエフまでこう、ごちゃごちゃに爆撃したりね、えー、ハリコフでもひどいことになってますよね。 えー、こういうような状況っていうのは、ね、引き起こしたのは別にこれ合理化できない、これだ、これ、まあ、これね、あのー、これタスなんですけどね、これ一連のね、あのー、欧州書類がこれ、写真載ってるんですね、これだってフェイクだよって言えなくはないですよ、今の段階、でもね、これの中の一つにねそういうね、あのーまあ、生物学研究所なるものがあってです、これをね、えー、要するに、 い,いろんなですねサンプルを破壊しろっていう命令がある、ね、持ってるる、それについてね、えー、ヌランド氏が、ですねヌランド国,防国務次官がね、アメリカの上院で述べてるね、ウクライナとこういうね、えー、研究材料がね、ロシア軍の手に落ちるのをどのようにしてんかやってる、また噛み合った話になっちゃってるんですよ。これは本当に困ったなと。 おいうことですよねしかもこれね、一連の文書ね、これもまたあれなんだけどね、えー、私がよく言ってる、ネオナチの国家親衛隊、国家親衛隊の命令書の中にあるんですよ、これね。うんまあ、これはちょっと大変だな、要するに、かなりですね、あの実を言うとお、ヌランド氏が2014年にね、 あのー、クーデターに変わったときに、まあ、電話がばれちゃった、電話のやり取りでばれてるんだけどね、いわゆるこの今の国家親衛隊ね、アゾフとかアイダルとかそういう部隊の元になる連中と連絡を取って、直接電話して、えーですね、いろんな指示をしていたということが暴露されていますで。今回もね、こういうなんか生物学研究所なるものの研究資材を捨てさせるとかいろんなことについては、 ウクライナ軍とかそういうことや、彼女はウクライナ軍って言ってますけどね、3月8日の米国上院ではね、そういう公聴会でそう言ってるけども、実はこれね、動いていたのはウクライナでは国家支援隊なんだ。だからもともとですね、クーデターの時から彼女は繋がってたね、えー、いわゆる極右勢力だよね。これがあのー、この生物兵器の問題についても関わってるんだと。 いうこともこれね、これロシアが出してるもんですからね。だからそういうことを差し引いて考えてくださいよ。でもね、あまりにも今回噛み合いすぎてる。これはちょっと一大事ですね。これはあの、まあ、今回ですね、ヌーランド氏からその、何て言うかな、証言ね、公聴会の証言を引き出したのはルビオ。 マルコ・ルビオ上院議員というのは共和党の人ですけどね、ぜひですね、アメリカ共和党はこの問題はね、あの真相を解明してほしいですよね、えー。これはもうオバマ政権以来のですね、もう,う2010年もそうですね、オバマ政権でしたよね。えーまあ、民主党政権がですね、いかになんかひどいことをやったかと、まあ、よりによってですよ、本来は、ね、生物兵器研究ってのは国際条約で禁止されてるんですよ。 禁止されてるのに、それをアウトソーシングしてね、あのコストが安いし法、法律的な枠が小さいという危険な研究をねお金出して外国にやらせていたと、まあ、一部ではですね例えば武漢の、ね、研究所にもお金出していたと、オバマ政権、そういう話が出てましたけどね、まさにそういう一連の行為がですね、えー、こうやって暴露されてると、まあ、この戦争のね、ロシアがやっている戦争の問題。 非常にこれは国際法違反だし、えー、こんなね、その自国の軍事力、あるいはそれで開き直ってですね、核の力もですね、誇示しながらね、あの他国の独立を脅かすってのはこれ大問題だけども、そのロシアがですね、侵攻した先でこんなことがあると、これは一体どう考えたらいいのかという問題ですねいずれれにしてもこれはもこはうね。 一つ、痛み分けで仲裁を図る中で、これも解明するべきだと私は思いますね。少なくともアメリカはね、この仲裁の役目は絶対果たせないし、えー、まあそういうことが暴露されたことがね、実は、まあ明日もですね、私、あのー、文化放送のおはやテラちゃんで、このウクライナのね、いろんなね、えー、騒乱の戦況について解説することになってますが、 その中でいくつかですね、質問がもうすでに来ていてね、明日はもう本来お答えすることなんでね、詳細には言いませんけどね、例えば、ウクライナにアメリカがいろいろポーランドに働きかけてね、旧ソ連製のね、兵器、例えば航空機を与えるって話があるけど、一体どうなのか。これ今、一応止まったんですね。止まったんですよ。中止だと。アメリカが行ってね、で、ポーランドからそういう兵器を供与するのも終わりました。終わったんだけど、なんで終わったのか。 私はあのー、この情報をここまで深く分析するまでは、ねまあ、単純に言えばですよ、えーまあ、ミサイル攻撃などでロシア側が成功しまして、ね、多くの航空基地を破壊してしまった、まあ、でも航空基地というのは、そういう点ではでもインフラが破壊されたからもう航空機を援助するのはあまり意味がないんじゃないか。 むしろ対空兵器とかね、あの携帯式の対空兵器とかそういうもんな意味なんだけど、だいぶ分析したんだけど、いや、これはむしろなんか水面下で取引してるのかな、もうこれ以上手を出すと、あんたたちに抜き差しならないことになるぞってことに、多分ロシアに言われてるんじゃないかな、という感じがしますね。必ずね、大国同士っていうのは、断絶状態にあるようで、ちゃんと連絡パイプ持ってますからね。だからそういうことがやられてる節があって、どうもね、 えー、響き合ってるんですよねでこの辺は今後のかなりね、えー、重要な外交上のポイントになるのかなだからまあこういうことがあってね率直な話がどんどんできないということもあって、えー、ブリンケン、うん、国務長官おとなしいですよねほとんどどこ行ったのブリンケンさんっていう感じで、えー、この紛争には出てこない今出てくるのはエルドアン大統領とかね いや、実はいろいろ本当に言うと追っかけると、いろいろ出てきてるんですよ、ブラジルの大統領とかね、まあ、あの今、マクロンさんは毎日電話してね、いろいろ悩んでてね、なんかすごくね、この間、あの写真を見たら、なかなか2枚目の人ですよね、かあの,あの,かお年あの昔の自分の高校の恩師と結婚されて、えー、年の差結婚されてる方で話題になってる方なんですけども、なんかもう、しわだらけでねあの、苦悶の表情をされてましてね。 いや大変なんだなって、やっぱり、こういうまあ世界戦争になるかどうかの瀬戸際を最前線でね、になってる人って本当苦労するんだなっていうことは、その表情からも伺えるんだけども、その背景にはこういう大きなね、問題があると、アメリカがの物のを、物言うのも唇寒しの状況になっちゃうね、ような状況があるんだなっていうことが分かりました。これはぜひね、注目したいですしね、 えー、なんか日本でも動きやった方がいいよね、これね、うんうん、これちゃんと慎重に扱わないと、お互い隠すだのね、取るだのってことやってね、なんか事故あったらですよ、ウクライナの地にあるわけで、ウクライナの人々が大変な被害を被る可能性もあるわけですよ、これはもう、もうね、生物兵器とかね、化学兵器っていうのはね、これ、もう単に争って片付ける話じゃないなと。 私は思いますね。皆さんはどう思われるでしょうか。これについては私も追っかけてね、も今もね、本当に言うとね、この問題ね、次々に出るんですよ。で、普通ね、例えば、ロシアってことフェイクだったらフェイクだってね、私一応両側見てますから、大体あの3等分ぐらいして、えー、ウクライナ対ロシア。 ですねロシア側にはもちろん、あの分離独立派もいるわけですよ、ドンバスの分,分離独立派もメディアを持っていて、発信してます、ツイートも発信してます、えー、ロシアも、えー、まあタスとかね、イズベスチャーとかあー、一番よく出したのはロシア新聞、あル,ル,ルスカイガゼータっていうところですよね。えー で、えー、ウクライナはね、ウクライナの通信社が出してるのがあります。それから、ウクライナ側にどっちかっていうと、肩入れしてるオランダのね、えー、通信社とかね、えー、まあそういうところを見てるんですけど、だから、大抵ロシアがなんか、これはひどいぞっつ言ったらね、そんなのお前、ロシアの嘘つきとかね、やるのに、この問題は出てこないです。これは相当やばい。いいと私は思います。これ相当、だから1月の段階から実はロシア攻めにロシア側が攻めに入ってますよね。あの、カザフスタンのことからね。 えーまあ、これはだから私は明日のラジオでは下手なことは言いませんけどね、えー、いわゆるメディアでは言いにくい話ですよね私がこうやって言わないとねこれもギリギリの言い方しますかなりやばいですこの話はあのー、パッテーンとかされちゃったりまたくるくるなるところなのでそろそろね、えー、この話,話題は離れますけど皆さんこれは私の これは言っておきます。あの、ツイッターで冷静にやる形にして、なるべく多くの情報を出すようにしますから、私のツイッターはぜひフォローしてください。えー、もちろん重大なやつは Facebook にも載せますが、Facebook の方はちょっときついかなという感じがします、えー。もちろん動画でもこういうふうにやる。一番いいのは本当に言うとね、インテリジェンスウェポンを読んでいただくのはいいんだけど、これは私のなりわいですから、詳しく書いてあります。今はもう本当に大サービスで、 1>, 1月19日のですね、有料メルマンの一部を読み上げました。えーまあ、そういうところで読んでいただければ毎日ね、まあ、この問題ばっかりやってるわけじゃないですけど、ちょっと私、これ分析してね、あのー、本当にお届けしなきゃならないし、えー、ちょっと対応を考えたいですね、これはね、本当に、えー。まあそんなところなんですけどね、あと、おまあ、今日はね、えー、このウクライの何着ぐらいしますか